はっきり言うと少数のモテ男が何十人、いや多いやつは何百人の女性と会ってるってことな。はい、ミッキー岡田です。今回は恐ろしすぎるマッチングアプリの闇、闇の結婚相談所と闇対決後半をお伝えします。マッチングアプリと結婚相談所を同時に使って婚活をしている41歳高学歴高収入男性の婚活を参考にして、マッチングアプリの優れている部分と闇の部分をお伝えしていきます。前回の話をもう一度復習しよう。41歳男性の高学歴で高収入の男性 A さんが結婚相談所とマッチングアプリを同時に利用しながら婚活を始めたんや。結婚相談所では女性から大量の申し込みが来た。中には美人で人気のありそうな素敵な女性も結構おった。でも逆にマッチングアプリではあまり手応えがなくて、男性側が必死にアプローチしないとうまくいかないってことが分かってん。なぜならアプリにはイケメン高スペックのライバル男性が結婚相談所よりはるかに多かったからや。最初はな、結婚相談所とマッチングアプリでの婚活について A さんが僕にどっちがいいでしょうかって聞いてきたんやけど、僕は A さんにはマッチングアプリをおすすめするわって言ったんやな。それを不思議に思った A さんは改めて僕に理由を聞いてきた。僕はこう答えたよ。 A さんみたく能動的に動けて恋愛を楽しみたいって思う男性にとってはマッチングアプリの方が断然活動が楽しいよ。結婚相談所は最初から結婚が目的の出会いやし、マッチングしたらきちんとしたお見合いが待ってるやろ。それが最大のメリットであるねんけども、窮屈なところでもある。だから A さんにはマッチングアプリの方をおすすめしたんや。 A さんは納得して引き続き婚活を続けた。今までの内容の一旦のまとめ。マッチングアプリにはイケメンや条件の良いモテ男が多い。ある程度モテてコミュ力がある男性ならアプリの方が恋愛や婚活が断然楽しめる。結婚相談所には男性会員よりも女性会員の方が多いから女性からの申し込みも多い。アプリでは少しでも可愛い女性なら大量にいいねが来て女性優位である。こんな感じかな。というわけでさあ後半をスタートしましょう。マッチングアプリの罠。女性がね、初めてマッチングアプリするじゃない。きっと最初いい男いっぱいいるやんって感想を持つねんな。実際にイケメンも高収入も高学歴も普通におるから。一方男性がな、マッチングアプリした時はこう思うんだ。いい女めちゃくちゃおるやんってな。これも普通にいっぱいおるね、いい女性が。もうね、男はアホやからそれだけでテンション上がってる。でな、男は最初テンションが上がってもうて好みの女性にいっぱいいいねすんねん。メッセージもいっぱい送るねん。そして女性からのリアクションを待つんやけど、思ったより返事が来えへん。なぜなら相手女性にはあなたより数倍もええ男から無数のいいねやメッセージをもらってるからや。マッチングアプリは基本的には女性優位なんやな。という前提を踏まえた上で、ここからはマッチングアプリの闇を深掘りしていくな。モテ男が遊びまくってる。マッチングアプリはな、男女比がだいたい6対4か7対3で男の方が多い。有名なアプリには男も女も相当な数がおるわな。その中でな、超重要なことを言うで。耳の穴をかっぽじって聞いてほしい。実はごく少数の男がほとんどのマッチングをしているっていうのが実情なんや。ここ超重要なところやからもう一回言わせてな。はっきり言うと少数のモテ男が何十人、いや多いやつは何百人の女性と会ってるってことな。いや遊びまくってるってこと。これはね、男は知ってる人いるんだけど女性はここを分かってないことが多いんだよな。既婚者なのにやりまくってる男アホほどいます。ゲーム感覚で女性を口説く男アホほどいます。結婚する気ないのに真面目に結婚相手探してますっていう男めちゃくちゃ多いです。アプリで遊び散らかしてる男が、やりまくってる男が、ちょっと遊んで女を捨てる男が相当な人数おるのがアプリの世界やね。その男たちがさ、毎日毎日手当たり次第に女性にいいねつけまくって脈ありそうな女性にメッセージを送り倒しているという実態があるわけさ。面倒なのがそれがイケメンやったり条件良かったり会話も上手かったりメッセージのセンスも抜群なわけ。そしてそういう人たちがアプリ特有の口説きの楽しさがあるからさ、必要以上に意味不明の自分のキャパ以上の大量の女性をゲットしてるのよ。正常な人間の心を失った男たちが大量に発生しているのが
今のマッチングアプリの実態なんだ。だから普通メンズにはお目当ての女性が回ってこないのよ。真面目な女性が騙される。ほとんどのマッチングアプリは女性無料やからな。とにかく気軽に始められるんよな。いかにも出会い系っていうよりマッチングアプリってちょっとクリーンなイメージあるやん。気軽に始めてみたらさ、いい感じの男性からたくさんアプローチされるん。そりゃ女性だって気分良くなるよ。浮かれてしまうのもわかる。でもちょっと立ち止まって考えてみてな。一度マッチングアプリで普通に検索してみてよ。多分女性からしたら全然タイプじゃなさそうな男たちがたくさんおるんちゃうかな。それが世間で実在する一般的な男性の層やねん。ついでにいつも普通に仕事関係で出会ってる男性たちを思い出してみてよ。まるで恋愛対象にならない男性がめっちゃおるんちゃうかな。そんな男性がごく一般的な層やねん。そこのところをよーく分かっといてほしいねん。マッチングアプリをしたらさ、なんでそんなにいい感じのモテそうな男性とマッチングするんやろって考えてほしいねん。今はな、遊び人にとってすんごくいい時代やねん。新しい出会いのチャンスがいくらでもあるんやから。だから本当に本当に本当にマッチングアプリ内のいい感じのモテそうな男性には気をつけてほしいわけ。僕がな、僕の周りにいる男性を見ててな、感じるのはモテ男と普通の男性のモテテクニックの差が一昔前と比べてめちゃめちゃ開いてんねん。モテ男だけがどんどん女性心理や口説きのテクニックを上達させて使って女性をその気にさせて最後に不幸にしてる。中にはおるねんで。本当にいい男が少ないけれどもマッチングアプリ内にもおる。でもな、その何十倍もの遊び人がやりもくでアプリ内を徘徊しとることを重々注意してほしいねん。モテ女性への悲劇。結婚相談所にはな、アプリを経験して騙されたとか遊ばれたとかやりもくやったとかアプリに愛想をつかして駆け込んでくる女性が多いねん。そういう女性はな、大概相談所の婚活でも苦労するんよ。その理由はな、アプリではちょっとでも可愛かったらめちゃくちゃいいねがついて同世代やイケメン男性とマッチングするのに、結婚相談所では申し込まれる数もガクッと減るし、自分よりかなり年上の人ばかりから申し込まれるの。なんでこんな年上のおじさんにしか申し込まれないのよって悩むわけ。美人でモテそうな女性は結婚相談所でも申し込み殺到するねんけど、今時のイケメンや同年代からの申し込みはやっぱり少ないねん。アプリでいいねされまくってた私やったのに、相談所に入ったらその自信が見事に打ち砕かれる。もう悲惨の一言や。相談所では同じ年齢の男性からはほとんど申し込まれないの。はっきり言うで、ごめんな。アプリはな、遊び目的だからモテてたんだよ。エッチしようと思って申し込まれてたんだよ。普通に生活しててな、今までいい男運がなかった女性がアプリを始めた途端に素敵な出会いが増えるなんて、まあほとんどないと言わせてもらう。あなたにアプローチしてきたいい感じの男性のほとんどは遊び目的、やりもくやったと思っておいてほしい。マッチングアプリでな、そんな男性にモテてた経験があるからこそ相談所での厳しい婚活に耐えられなくてやる気をなくしちゃうんや。だから相談所サイドの正直な気持ちはこう思ってる。女性が婚活するんならアプリをする前に結婚相談所に入会してほしいってな。アプリでモテを経験してしまったからこそ結婚相談所の真面目な婚活をやめやすくなるねん。難しいのはアプリでも1割くらいは本当に真面目な恋愛を求めているいい男もおるってところなんやけど、本当に真面目な男だったらすぐにやらせなくてもしっかり話をすれば女性の気持ちに向き合ってくれると思うからさ。真面目女性への悲劇。悲しい話なんだけども、やりもくや遊び目的男のこのような考え方や発想をさ、そこそこ遊び慣れてる女性ならわかるんだよな。経験豊かな女性はアプリで遊びまくっているモテ男がいるってことを知ってる。男の性欲は海よりも深く宇宙よりも広いってことを理解してる。でも真面目な女性ほどそういうことを知らないね。そこまで必死に遊ぼうとしないでしょとか、そんな意味のないことをしないでしょって自分を基準に考えちゃうんだな。だから真面目で男性経験が少ない女性ほどマッチングアプリでは遊び人を信用して騙されてしまう。大事なことだからもう一回言うぞ。男の性欲は海よりも深く宇宙よりも広い。アプリと相談所のギャップ。ここまでマッチングアプリの闇の部分を伝えてきたけれども、マッチングアプリには遊び目的やりもくが多いのは分かったってなってる？いや、きっとまだ分かってないよ。
多分全然違う。あなたが思っている何倍も多いからやりまくり男。そういう風に考え直してな。じゃあ結婚相談所はどうなんだってことな。結婚相談所にいる男性はアプリの男性に比べて真面目で女慣れしてなさそうな男性が多いってことは、遊びまくっている男性より不器用だし、会話とかデートとか服装とかいろいろなセンスとかが全く洗練されてないわけ。いい人もいっぱいいるねんけど、女性の興味を引きやすいっていうのはちょっと別問題やねん。結婚相談所に登録してる男性ごめんなさい。もちろんそうでない人もいるよ。いるんだけどもさ、婚活を考えてる女性の皆さん、こういう現実があるので、婚活をする際はよくよく考えてから行動してくださいね。 A さんの婚活はどうなったか。それで昨日話した41歳高学歴で年収700万円の男性 A さんでのマッチングアプリと結婚相談所の同時婚活はその後どうなったのか。それがね、マッチングアプリでは3ヶ月で3人の女性とお付き合いしました。最初は女医さん、2人目は美容師さん、そして3人目は CA さん。モテモテだな。結婚相談所は女性会員の方が多いから申し込みも多くて受け身だったけど、アプリでは相当精力的に自ら動きまくったみたいや。めっちゃ数打ったって言ってた。その頑張りの結果、マッチングアプリで次々と出会えて、その中から3人と付き合えたんやな。これな、3人ともめっちゃ美人やで。結婚相談所は3ヶ月で6人の女性とお見合いしました。交際したのはその中で2人、けれど2人ともすぐに彼からお断りしてしまった。断った理由聞くとな、2人とも悪くはないんですけど、どうしても結婚ありきの付き合いになると自分的にリラックスできないです。結婚を見据えての付き合いは苦しくなります。判断する時間を長引かせても相手にも悪いし、どうもしっくりこなかったんです。それにエッチもできないし、一泊デートができないこともネックでしたって言ってました。マッチングアプリで出会った3人とは全員すぐにやっちゃったそうです。すごいな。ただ A さんの名誉のために言っておくとな、彼は決してアプリにはびこってるやりもくではないのよ。結婚を視野に入れてるからこそ、結婚はないなと思ったら早めに別れるようにしてたんやって。それで興味深いのがな、アプリで2番目に付き合った女性のこと。その女性もさ、エッチもしてない相手と結婚を決めることなんてできないという考えの持ち主やったから、積極的やったみたいです。 A さんの今、そして今 A さんが付き合っている3人目の女性とは結婚が考えられそうだということで、すぐに結婚に向けた同棲の計画を立ててはります。結婚前に同棲をしてお互い納得できたら結婚を決めたいっていう話でした。とこの話を聞いたのはちょうど1ヶ月前や。今どうなってるんですかって動画作るために数日前に聞いたんやけどさ、まだラブラブの真っ最中。結婚相談所は入会して3ヶ月目から休会しました。多分このまま退会するんやろうな。 A さんのように能動的な男性にはやっぱりマッチングアプリの方が楽しいんやね。アプリにも結婚考えてる男性はいる。そしてな、 A さんとお付き合いしている今の彼女、もし A さんと結婚できたらさ、アプリでちゃんと高スペック男性を見つけて結婚したってことになるわけ。アプリの結婚成婚例やな。まだしてないんやけどさ、少なくともちゃんと結婚を考えてる男性にアプリ内で出会ったってことな。まあな、こういう例があるからアプリでの婚活はダメとは一概には言われ、 A さんこのまま彼女と幸せになってや。頼むで。アプリの選び方、今回結婚相談所とマッチングアプリっていう大まかな対比やったけども、婚活を目的としたアプリを選ぶんやったらさ、アプリ名にお見合いって入ってたり、運営元がゼクシーや結婚相談所連盟のものを選ぶと婚活色が強くなるわ。その分年齢層はちょっと上がっちゃうけどね。逆に恋愛や出会い色が強いものもあるし、会いやすさもアプリによって変わってくるからな。やるならちゃんと調べてからやってほしいね。だけど婚活色の強いアプリやったら絶対大丈夫なんてことはあらへんから、遊ばれへんように気を引き締めるのは一緒やで。まとめ1、マッチングアプリはイケメンやモテ男が女性にどんどん申し込むから普通の男性は返事をもらえにくい。2、女性はイケメンや同年代とマッチングしやすいけど、モテ男のやりもくがめちゃくちゃ多いので危険。3、アプリでモテた経験がある女性は結婚相談所に入ると男性からの申し込み数の少なさやギャップに苦しむ。4、やりもく、遊び目的がかなり多いマッチングアプリだけど真面目に婚活をしている高スペックの男性も中にはいるのが難しいところ。5、アプリはそれぞれ特色があるので婚活色が強いものを選ぶのがコツ。結婚相談所とマッチングアプリのメリットとデメリット、
本当に全然違うのよ。どっちがいいとは一概に言えないけど、自分に合う方をしっかり考えてな。 A さんみたいにどっちもやってみて納得するのもええと思うけど、くれぐれも遊ばれたり変なもの買わされたりしないように気をつけてや。はい、今回は恐ろしすぎるマッチングアプリの闇、闇の結婚相談所と闇対決後半をお送りしました。今回の動画が面白かったならチャンネル登録と高評価お願いします。今後も動画を配信していきますのでよろしくお願いします。アプリで遊びまくっている男は女性の誕生日前に別れる傾向がある。バイバーイ。